ご視聴いただきありがとうございます。シルバラさん、今日は何をするの？今日はリラックスミントをインストールしたパソコンに Windows 10 をインストールし直して元に戻してみようかと思っています。リラックスをインストールしたけど、やはりもう少し Windows 10 を使っていたい、 Windows 10 に戻したいと思っている方もいるのではないかと思います。今日は Linux のパソコンに Windows 10をインストールしてみたいと思います。始める前にデータ類はバックアップしてあります。それでは早速始めていきたいと思います。まず Windows 10をダウンロードしていきます。ブラウザを起動してWindows 10で検索をします。あれ、 Windows になっていました。検索で出てきたからまあいいでしょう。4行目の Windows 10のディスクイメージというページをクリックして開きます。 Windows 10のディスクイメージのダウンロードというページが開きました。結果オーライです。枠内のエディションの選択をクリックして、ダウンリストの Windows 10マルチエディション ISO を選択し、確認をクリックします。言語の選択の枠内をクリックし、ダウンリストの中から日本語を選択して、確認をクリックします。ダウンロードの Windows 10日本語の下の64ビットダウンロードをクリックします。ダウンロードが始まりました。終わるまでの途中はカットさせていただきます。ダウンロードが終わりました。ブラウザを閉じます。ダウンロードした Windows 10の ISO ファイルは USB メモリーにコピーしておきます。 USB メモリーをパソコンに挿します。 USB ドライブが開きました。左側のダウンロードフォルダをクリックして移動します。ダウンロードフォルダが開きました。Windows 10の ISO ファイルを右クリックしてコピーをクリックします。メニューの下の戻るのアイコンをクリックします。 USB ドライブに戻りました。右側のドライブ内の何もないところで右クリックして貼り付けをクリックします。コピーが始まったようですね。時間がかかりそうなので終わるまでの途中をカットします。終わったようです。ウィンドウを閉じます。 Linux を閉じて Windows 11を起動します。 Windows が起動しました。ここからはルーファスをダウンロードしていきます。ブラウザを起動してルーファスで検索をします。ルーファスのページがありました。クリックして開きます。ページが開きました。下にスクロールしていきます。最新リリースの一番上のルーファス 4.6 イグゼをクリックします。ポップアップした広告は閉じます。ファイルが小さいのでダウンロードが始まりすぐに終わりました。ブラウザを閉じます。ここからはルーファスを使って Windows 10のインストール用 USB を作っていきます。エクスプローラーを起動してダウンロードフォルダを開き、ダウンロードしたルーファス 4.6 のファイルをダブルクリックします。ユーザーアカウント制御のウィンドウが開きますが、はいをクリックします。
ルーファスが起動しました。インストール用にする USB は挿してあります。選択をクリックするとダウンロードフォルダが開きますが、今回は USB メモリにファイルを保存してあるので USB ドライブを選択します。 G ドライブを開きます。 Windows 10 22H の ISO ファイルがありました。選択して開くをクリックします。ブートの種類に Windows 10のファイルが表示されました。次にパーティション構成の GPT をクリックして、古い PC でも使えるように MBR を選択します。あとはこのままで大丈夫でしょう。スタートをクリックします。カスタム設定のウィンドウです。これは全てにチェックを入れることにします。 OK をクリックします。 USB 内のデータは消去されるという警告です。それで構わないので OK をクリックします。書き込み処理が始まりました。時間がかかるので終わるまでの途中をカットさせていただきます。取り損ねましたが、書き込みが終わったのでルーファスを閉じました。インストール用の USB が出来上がったので Windows を閉じます。古い機種でも使えるようにルーファスでパーティション構成を MBR に設定したので BIOS の起動の設定を変えておきます。これはエンターキーを押します。メニューを右に5つ移動してスタートアップに行きます。一番上のプライマリーブートシークエンスに移動してエンターキーを押します。 SATA1 が一番上になっているので USB HDD を一番上に移動させます。エスケープキーで一つ戻り、メニューを EXIT に移動してエンターキーを押します。イエスでエンターキーを押して設定を完了し起動します。 USB から起動し Windows 10のセットアップメニューが起動しました。これはこの設定でいいのでこのまま次へをクリックします。今すぐインストールをクリックします。セットアップが始まったようですね。ライセンス条項の確認画面です。よく読んで同意しますにチェックを入れて次へをクリックします。アップグレードではないので下側のカスタムをクリックします。パーティション1にインストールできないと出ていますね。パーティション2にもインストールできないと出ました。一旦パーティションを削除してみます。パーティション1を選択して削除をクリックします。削除するとデータが失われるという警告です。構わないので OK をクリックします。これも削除で OK をクリックします。これも削除で OK をクリックします。領域が一つになりました。これで大丈夫でしょう。次へをクリックします。インストールが始まりました。時間がかかるので途中をカットしながら進めていきたいと思います。今すぐ再起動をクリックします。
Windows 10が起動しました。ネットワークから他の PC やデバイスがこの PC を検出するようにするかということです。いいえをクリックします。ドライバー類がインストールされていっているようです。少し待ちます。一度再起動をしておきます。パスワードの設定です。 OK をクリックします。設定しないので何も入力せずに確認入力の欄の右の矢印をクリックします。次に OK をクリックします。再起動しました。システム情報を見ておきます。スタートメニューの設定をクリックして開いた設定ウィンドウの左上のシステムをクリックします。左メニューの一番下の詳細情報をクリックします。表示されました。デバイスの仕様は CPU が Core i3-4170、 実装 RAM が 8GB となっています。 Windows の仕様はエディションが Windows 10 Pro、 バージョンが 22H2 になっています。インストール完了です。ウィンドウを閉じます。さて今日は Linux をインストールしたパソコンを Windows 10に戻すということで Windows 10をインストールしてみました。 Windows のパソコンが別にあればいいのですが、1台だけの場合は Linux をインストールする前にバックアップとインストール用の USB も作っておいた方がいいと思います。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。